どうも、ちゃこ先生です。本日も好きなものについて好きに語って授業っぽくお届けしていきます。本日の授業のテーマは、大人気ボカロ曲シャルルの歌ってみたです。それでは授業を始めます。お願いします。はい、というわけで本日はバルーンさん作曲のシャルルの歌ってみたが好きすぎるということでお送りしていきたいと思います。有名な曲だけあってものすごいたくさんの歌い手の方であったり、まあ本当にプロの歌手であったりっていう方たちがこのシャルルの歌ってみたカバーをされています。で、まあ、私個人としてはボーカロイドの曲はなんかいろんな人の声に乗せて歌うことによってよりなんかその曲のまだ知らなかった良さであったり、あ、こういう解釈の仕方があるのかっていう良さに気づけるので、自分の好みに合う歌ってみたを探すのが結構趣味だったりするんですけども、まあ、シャルルでもそれをやってみようということで、今回授業動画にしてみました。最初14曲紹介しようかと思ってたんですけども、時間的に無理だろうということで、泣く泣く8曲に絞りました。これでも多い方なので、たったたった説明していきたいと思います。個人的なその歌い手さんの相性とかで言ってしまうことがあったり、まあ、継承略してしまったりすることがあるかもしれませんが、ご了承ください。はい、それではいきたいと思います。まず1つ目、黒猫さんです。安定しているというか表現力がもうね素晴らしいとしか言いようがない。なんかね狙ってないし、いらないアレンジはしないし、なんかね曲の良さをもう最大限に引き出す歌い方なんですね。女の子した感じでもなく、ちゃんと低音のところはがっつり出すし、でサビもね、なんていうんですかね、シャルルに込めた気持ちっていうのがこの曲のサビの表現にもぴったりな歌い方をされてるんですね。なのでもう本当に聞いてほしいマジで聞いてほしいです。全部がいいんですよ。もう全部最初から最後まで全部いいので、ちょっと私の今の語彙力ではねちょっと良さが説明できないのがね心苦しいんですけれども、聞いてください。はい、2つ目、パナマンさんです。パナマンなのかパナマンなのかちょっとごめんなさい、わかりませんので、ファンの方申し訳ないです。違ってたらごめんなさい。この方の歌い方は異様に滑らかなんです。空っぽでいようそれでいつかっていう歌詞があるんですけどもね、最初の方になんかそういうところの結構音程差が激しいんですけど、もうね滑らかなんですよ。めちゃくちゃ曲の良さを邪魔はしないところでアレンジされているので不快感は全くないですね。で、曲の合間合間で自分でメロディー入れられたりされてるんですけど、それもこの曲のテンポの、まあ、軽妙な感じとちょっとおしゃれな曲調と、まあ、相まっていいアレンジになっているので、最後まですんなり聴けますね。この曲のおしゃれさっていうところに歌い方を寄せてる感じなのかなが聞きやすいと思いますので、はい、ぜひという感じです。はい、次です。3つ目、ノアさんです。この方 VTuber だと思うんですけども、 MV がまず独特でオリジナルで作られてるんですけども、なんかその世界観と歌い方ってのが結構マッチしてて個人的に結構好きですね。女の子の声だなっていう感じはあるんですけど、まあ、中性的な感じでして、なよっとしてない感じで凛とした強さが声に現れてるので好きですね。言葉が一個一個はっきりしてる感じも結構好きですね。はい、続いて、この方も VTuber ですかね、天神琴音さんです。めっちゃ難しいんですけど漢字がね、天神に子供の子に、うさぎに、音ですね、琴音さん。この方初めてお見かけして、なんかコメント欄を見るとですね、広告を最後まで見たのは初めてだったみたいなコメントがいっぱいありまして、YouTube の広告欄ありますよね、一番最初に。そこに流れてきてたらしいんですね。で、あまりにもうまくて、みんなが聞き惚れてしまって、
広告をスキップせずにこの動画にたどり着いたっていう方が続出していたらしいんですね。でこの方の歌い方はすごい独特で、拳っていうのか、拳じゃないかもしれないけど、ちょっとドスの効いた声を要所要所で入れてくる歌い方をするので、その声でその音圧でドスの効いた声そこで出すみたいなところのギャップがね、ものすごい激しいので、もっとすごい表現があるんじゃないかってこう期待して、さらに先が聞きたくなるっていうタイプですね。広告で歌ってた方はショートバージョンらしいんですけども、その後にあまりに要望が多かったからフルバージョンをアップロードされてるんですが、なんかロングバージョンの方は落ち着いてる、ちょっと落ち着いてるんですけど、ショートバージョンの方がなんかこう素の感じがするので、抑えないでこうできる、今できることをフルでやってらっしゃるっていう感じ、いい意味で行き当たりばったりみたいな音源なので、私はショートバージョンがおすすめです。はい、ぜひ聞いてみてください。続いてが5人目ですね。宮下優さん、この方は男性ですね。でパッと聞いた感じはもう甘いウィスパー系のショタボイスっていう感じです。中性的な感じがものすごくねするんですけども、もう私はこの人はハモリがね天才的に美しいんですよ。一番好きなフレーズはね、サビの遠く描いていた日々をっていうところありますよね。あそこのメロディー全部のハモリがね最高です。ただの上ハモとか下ハモじゃなくって、ちゃんとねハーモニー的に美しい音をきちんと選んでおられて、で次のサビの盛り上がりにかけて期待感をちゃんと膨らませる感じの音を選んでされてるので、もう最高ですね。はい、絶対聞いてほしいです。大好きですね。次6人目ですね。6人目は、スカイピースです。この方たちはあれですよね、 YouTuber ですよね。私あんまり詳しくないのであれなんですけど、結構コメント欄荒れてたんですが、なんかこれはシャルルじゃないみたいな。私は全くそうは思わなくて、でものすごいねアレンジ聞いてるんですよ。もう確かに原曲のこの物悲しさっていう感じはとはなんか対極な感じで、爽やかなアレンジなんですね。シンセサイザー入ってたり、まあラップが入ってたりっていうのもあって、切ないんだけど、メロディー自体はもちろん切ないんだけど、それを上回るぐらいのこの爽やかさっていうアレンジなので、もうシャルルを聞き込みすぎて、シャルルってこれこういう曲だなっていう頭になっちゃってる人がスカイピースさんのアレンジを聞くとおってなると思いますね。こういう表現の仕方があるのかっていう。私は逆にあの爽やかなアレンジによって、そのメロディーの本来の切なさが引き立つんじゃないかなと思ってるので、いいアレンジなんじゃないかなと思いますね。はい、次7人目です。リプライさんです。この方たちはバンドアレンジをされています。基本的に原曲寄りなんですけども、シンセの音が爽やかだったり、あとボーカルの方の声がもう異常に高いんですね。めちゃくちゃ綺麗な高い声で、男性の方なんですけども、そのハイノートがめちゃくちゃ美しい、伸びがあって癖がなくて、その方のその音圧というかが結構ね強い感じなので、全ての音に疾走感がある、スピード感がある歌い方をされてるので、もう聞いててねものすごい爽快な感じがしますね。もともとテンポが速くてこう軽い感じの曲なんですけども、それにものすごく勢いをつけた感じでも、くどくない、うるさくないっていうところがかっこいいなと思います。最後までねさらっと聞けちゃいますね。はい、で最後です。8人目は、宝部良二さんですのピアノバージョン、原曲版の歌ってみたも上げてらっしゃるんですけども、私は、そっちもいいんだけどピアノの方をおすすめしたいなと思います。
で、なんかピアノアレンジって聞くと、なんか例えば特にこのシャルルだと結構おしゃれな感じなので、ジャズテイストにしたり、そういうアレンジがあるのかなと思うんですけども、このアレンジはもう純粋にテンポを遅くして、シャルルの原曲の感じを保って、しっとりとしたアレンジにされてるバージョンなんですね。原曲とは全く違うアレンジっていう風ではないので、原曲のイメージをそのまま残したピアノのしっとりした、しっとりとしたアレンジっていうのを聞きたいなって思ったら、もうこれがね、ドンピシャですね。ピアノのしっとりとしたアレンジに合わせた歌い方をされているので、そこがもう聞きどころですね。シャルルっていう曲自体の、まあ、ポテンシャルの高さが感じられるなっていう曲です。ゆっくりになってもこんなにいい曲なのかっていうのが味わえるので、はい、おすすめです。いかがでしたでしょうか。ちょっと駆け足ではありましたけども、今回8曲8人ですかね、ご紹介させていただきました。例えば何百回再生とか何千回再生ぐらいの音源はまだ探しきれてない可能性があるので、なんかこう隠れた名曲、隠れた歌い手さんが歌ってるシャルルがあるんですよっていうのがあったら、ぜひコメント欄の方で教えていただきたいです。で、この動画自体に対してのコメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは本日の授業はここまでにします。ありがとうございました。